敵は海賊猫たちの共演は、神林長平の SF 小説、敵は海賊シリーズ第2作、敵は海賊猫たちの共演を、キティフィルムがアニメ化した作品、全6話。後に、ビデオでも発売されたが、初めて一般に公開されたのが、1989年12月26日から12月31日に、かけて、CS アナログ放送。 スカイポートチャンネル、衛星チャンネルでの放送だったことから、日本初の CS オリジナルアニメーションである。猫型成形人の海賊家刑事、アプロ、同僚のラウル・ラテル・サトルが、AI 搭載のフリゲート艦、ラジェンドラと共に、太陽系最大の海賊である、名、シャローム・ツザッキーを、追う活劇アニメ。総監督は、山田勝久、キャラクターデザインと創作画監督は、 後藤孝之が担当した。敵は、海賊猫たちの共演、猫じゃらし作戦前編が、ボリューム1、同じく後編が、ボリューム2、監督、山田勝久敵は、海賊猫たちの共演、猫かぶり前哨戦前編が、ボリューム3、同じく後編が、ボリューム4、監督、貞光みつしんなり敵は、海賊猫たちの共演、猫いらず大騒動前編が、 ボリューム5、同じく後編が、ボリューム6、監督、山崎和夫三部作になっており、各エピソードが、前編、後編になっているため、全6本となっている。あらすじ地球人ラテルと、猫が成人アプロは、広域宇宙警察、海賊課の一級刑事である。それも海賊家一の過激なコンビである。彼らの後始末に豪に癒した、海賊家チーフは、 突然二人に首を宣告。再就職の推薦状を渡す。紹介先は、タイタンの映画会社、レアキック 3D ビュー。知性を持つ対コンピュータフリーゲート艦ラジェンドラに乗り込み、タイタンへ向かう。レアキック 3D ビューで起こるすべての事件の発端とは。火星の街、サベージの一角にあるバー、軍神は、この宇宙最強の海賊、メイト部下のジュビリー隠れが的な店だ。 マスターは元海賊でオールドカルマと呼ばれる。ここで名は改良された CAT システムの恐るべき性能を語る。CAT システムには使用する人間の脳を乗っ取り人間は元よりコンピュータすらも変身させられることを語る。それはとんでもない陰謀の始まりだった。スタッフ、前編、後編、あらすじンディズビルはのどかな火星の一般的な街。 そこには、情報軍基地の軍事練習場がある。なんとそこでは、軍事演習と称して、実直頑固のペトロア軍曹を中心とした、情報軍選抜チームと、アプロ、ラテル、マーシャ、そしてラジェンドラまで加わった、海賊家チームとの間で、古代の戦闘シミュレーションゲーム、ベースボールが行われることとなった。初めからベースボールを勘違いしているため大混乱に、 落ちるのは必死、やっとのことで試合を終えた両チームに CAT システムによる猫化現象が襲った。一方宇宙ではシバグループのチーフのシカゴがメイと対立、新たなチーフとしてカッツが就任。だが、カッツは密かにメイを操ろうと企んで CAT システムを起動していた。アプロの精神凍結によって危うく猫化を免れたラケルと マーシャだったが、すでに時は遅くテンディズビルの住民たちはことごとく、猫と化していた。スタッフ、前編、後編、あらすじ CAT システムの影響を受けつつも、最後まで猫化に抵抗したラジェンドラは、ついに毛皮に覆われた猫顔の服用機に変身してしまう。服用機になったラジェンドラは、石炭を釜にくべて飛行するとんでもない飛行機であった。ラテルは操縦士、アプロは、 機関士となり、ラジェンドラ副用機を操縦する。アプロとラテルは、変身したラジェンドラ副用機で海賊相手に戦う羽目になり、なんとか、これを撃退するが、アプロに部品をかじられた。ラジェンドラ副用機は、機関士であるアプロをい出してしまう。機関士をい出したラジェンドラ副用機は、ラテルと共に、情報軍基地に不時着してしまう。CAT フィールドの発生源である、 情報軍基地の戦術研究センターに踏み込んだ、ラテル、アプロ、マーシャ、ペトロア軍そうだ。彼らが見たものは、カッツの命により、CAT フィールドを発生させていた、戦術地政大メニアック自身が変身した巨大な黒猫であった。ジュビリーとカッツとの海賊同士の対立も表面化、カッツの陰謀は、命に完全に読まれていて両者は対決する。 ラテルとアプロの海賊化も加わり三つどもへの戦いに、スタッフ、前編、後編、ありがとうございます。